私ドクター熱血が一から作り上げているブレソル攻略ウィキの紹介です。2年前から公開しておりますが、認知度が一向に上がらないため、今後動画の冒頭で宣伝させていただきます。ブレソルを始めたけれど何から始めていいかわからないなどの初心者の方へ、おすすめのクエストの進め方やグループバトルのノーマル、ハードなどの各種クエストの攻略法、最新ガチャの紹介などもしております。中級者以降の方におすすめなのは、各星4キャラクターがどのクエストで手に入るかを全て網羅しており、霊玉の回収の手助けになると思います。ウィキには概要欄から飛べますので、お気に入り登録やブックマークをしていただき、ぜひ熱血性のブレソルウィキのご活用をよろしくお願いいたします。また2022年末より毎週水曜日22時頃からと言いつつ、大体23時ぐらいから YouTube ライブでブレソル1週間のまとめと共闘を放送しております。現在150回を超えて放送を続けております。お時間がある方はぜひ見に来ていただけると嬉しいです。こんにちは、ドクター熱血です。本日は復興ガチャ評価いってみたいと思います。千年結成編ガチャ妖撃、こちらのガチャですけれども、千年結成のキャラクターが登場しております。そしてメインとなるのが、まず和尚千年結成2023、死神キラークインシーキラー、赤攻撃 でゲージ持ちですね。で敵キャラごとにゲージ上昇、クエスト開始時ゲージプラス 70%で、ゲージ解放時、レアーツ 50% アップ、クールタイム短縮、クールタイム回復 30%、 ゲージ解放時強攻撃1つアッププラス1、強攻撃ダメージ 100% アップと、非常に強力なキャラクターですね。グルバトや、アリーナ特性も、アリーナアビリティとも使えて、アリーナキャラでもありますが、グルバト特化キャラと言っていいんじゃないでしょうか。特化でもないか、他でも使えるからね。でもグルバトに非常に適性の高いキャラクターとなっております。ただクインシーキラー、クインシーキラーっていうのはクインシーキラー&シェンリッターキラーというところになるんで、調べ方としてはこうなります。で、でも適正で言ったらこれ、山爺がね、その前まではいましたが、山爺を超える火力となっております。持ってなければ山爺でなんとかなるはなんとかなります。非常に高い火力が出るんでね、山爺ね。でもその火力をさらに超えて、なおかつゲージ持ちなんで、クール回復ができるっていうのが大きいところですね。で、イチゴ、このイチゴは死神クインシーへの状態上確率アップ、その属性を乗り越えた所属の状態上確率アップで非常に強力で、ダメージもかなり出るとたところで、使い方によってはこっちの方がいいし、和尚の方が使いやすいっていう人もいるんじゃないかなと思います。死神キラー、こっちはシテルニッターキラーですね。和尚は死神キラー、クインシーキラーとなっておりますと。何にしても非常に強いです、和尚。そして、シュタラ千住丸、千年結成2023。フォローキラーで、一番の特徴は、臨強化跳躍アップ のキャラクターで、臨強化薬もアップで、力の雫ドロップアップ 30%、 全状態上無効で、敵非状態上全ダメ 100% アップ、効果貫通潜伏無効、雫の獲得数プラス10、チームパーティー効果、即属性の必殺技ダメージ30、これはおまけですかね。で強攻1つアッププラス2。いや、これね、違う属性でいたらもっと良かったのになっていう声が多い。即は点差三欠が非常に強いんですね。で、対して千住丸の全状態上無効もあって、雫の獲得数プラス10とかもあって、さらにそれを超えてきたといったところですね。唯一の千住丸の欠点としては、限定ガチャなんで必殺技レベルが上げにくいことぐらいじゃないですかね。非常に強いです。もうとりあえず千住丸いたら継承試練はもういいでしょうっていうレベルにめちゃくちゃ
強いキャラです。持ってなければぜひというところですね。そして引き船さん、引き船さんは今の人間キラー、ゼロ番隊キラーのところのバフ要因として非常に役に立つキャラクターですね。で、ちょうど麻痺持ちなんでメイシーとうまいこといくっていう組み合わせになってますね。で、麻痺事前ダメ 40% アップもあるしというところですね。まあ、今後その人間キラーゼロ番隊キラーのところでバフ持ちの、通常型が出ればそっちの方がいいんじゃないってなっちゃいますが、今のところはこの引き船さん非常に重要なキャラクターとなっています。戦略戦2022の1号は、ダブルキラーで非常に使いやすいキャラクターですね。全状態上、無効の一定時間短縮不要、効果貫通潜伏無効、敵ガード無効赤無効貫通、敵非状態上以前なら 100% アップ、緊急回復プラス2回、強行1つアッププラス2、全所属回避無効、いろんなところで使える。総特性でクールタイム 14% 短縮と。でも器用貧乏で、まあ、どこで具体的に使えますかって言われると、っていうところではある。効果貫通持ちだけど臨強化跳躍アップがないんで別に試練で使うわけでもなし、敵非状態常時全ダメ 100% アップがあるけれども、グルバトではだいたい状態上入れちゃうんでうまくいかないし、あれでしたね、一時期バトルで活躍しましたね。こいつがいるとその無敵持ってない連中がこれで一撃で倒すみたいないうような使い方をしてましたね。強行ヒットスタップラス2で、バトルは最初状態上ついてないんで 100% ダメージアップが乗ってみたいないう使い方をしてましたね。戦略戦編アイゼン、出た当初から冷圧が低いのに冷圧うんぬん言うアイゼンどうなのよっていうとこなんだんですけども、今やこの総特性 20% よりも、まあバフバリア持ちというところで非常に重宝するキャラクターですね。でゲージ持ちとしては2人目のキャラクターだったんで、まあ、結構不遇なゲージで、なかなか発動するのも難しいと。ちょっと残念なゲージ持ちですね。まあ、ただ、通常枠としてバフバリアの通常要因として役に立つキャラクターなんで、アランカルキラー青に役立ちます。ちょうど、4月の、2週の後半がまさにこのアランカルキラー青のナイトメアなんで、このアイゼンは非常に適性が高いです。口切ルキア、戦略戦編10年後、まあ、通称10年ルキアとか隊長ルキアとか言われますが、アランカルキラー、エスワダキラー、一時期は本当このキャラにお世話になってましたが、今はあんまり使うことはないかな。今だとちょっと火力不足だなっていうところなんですけども、まあ、チェンジっていうのがボタンがあって、まあ、挽回できるんですね。それで状態上確率アップが非常に良くて相手を凍らせ続けるっていうことができましたね。使ってて楽しいキャラクターです。まさきさん、無所属キラーで、通常22、こちらもバフバリアですね。バフバリアだね。そう、バフバリアですが非常に使いやすいグルバトサブ要因に なるキャラクターですね。潜伏無効を持っていてオート性能が高いっていう点も評価高いですね。駒村さん、転生が来ていますんで、ゲットで、未所持でゲットできれば転生分の霊力美味しいですというところですね。まあ、かなりシンプルなアビリティになってますが、転生するともうちょいもらえますね。戦略戦の質ヶ谷も、もう転生が来ております。使ってて非常に、今使ってても非常に楽しいキャラクターですね。強攻撃はどれも使いやすい、本当一時代を築いたキャラクターです。本当どんなクエストでも質ヶ谷でよくねっていうレベルにめちゃくちゃ強いキャラクター
防御低下能力負荷も相まって、必殺技も強いよねっていう評価でしたね。実際の転生後はこんな感じ。ダウン中追撃と書いてますね。今失礼。リンク読みとしても優秀ですね。強攻撃クルタイム 12% 短縮に強攻撃ダメージ 16% アップがつきましたと。で、氷結時全ダメ 20% アップもついてますというところですかね。非常に使いやすい強いキャラクターです。以上キルタラです。いや本当に今、午前2時18分下が回っておりません、以上非常に有名な球体ですね。持ってなければ全然本当回す価値のあるところで、リセマラ勢がね、生放送でいらっしゃって、僕は今リセマラするんだったらここのガチャがキャラクターとして楽しいんじゃないかなと思います。特にヒスガヤとかイチゴとかルキアとか、これは本当使ってて楽しいなと今でも思いますんで、で、前半3体も優秀なキャラクターなんでいいんじゃないかなと思います。ここもね、まあミニにはバトル強いけれども、そのリセマラ勢に初めてブレソル触れる上で、通常特化のバトルキャラ使ってて楽しいかっていうと、まあそれよりかは強攻撃型の方が楽しいだろうなと思っております。こっちもね、パパイチゴとか強楽さんとか宇野花さんとか非常に魅力的なキャラクター揃ってるんですけどね、まあどっちが爽快感あるかって言ったらこっちかなと思っております。はい、今回はここまでです。以上ドクターネックでした。お疲れ様でした。この画面でしょうか。以上ドクターネックでした。結構おすすめなガチャです。お疲れ様でした。